ラジオネームやっこさんからいただきました。ありがとうございます。友明に辰巳こんばんは。辰巳こんにちは。こんにちはですね。突然ですがお二人はあんまり好きじゃないと感じる役や心情が理解できないキャラに出会われたことはありますか、うん、私や雑誌や本などを音読して、録音図書を作る音声役ボランティアという仕事をしています。ねえ、すごいな。そこで今担当している小説の主人公がどうにも嫌いなタイプでちょっとどんよりしながら下読みをしているところなのです、うん、内容をより分かりやすく伝えるためにしっかり読み込まねばならず、うん、なんでこんなネチネチした策略家の男の心情を理解しなくちゃいけないんだとストレスを溜めています、うんうん、すみません愚痴でした、うん、ボランティアだけどお仕事なのでもちろん最後まできちんと音読したいと思います。もう頑張ってる。あ、これはちょっと基本的に俺も聞いてみたいな。ある、そういう理解できない。理解できないの、うん、あるかな。なんか思いつかないかも。あ、でもたまにあるよ。なんでここでこのセリフを言うんだろうっていうのは。あ、まあそれはそれはまあ現場でね、これなんてどういう感じで言うんですかねみたいな確認はするけど、うん、なしてなんていうのは、ね、聞いたりはするけど、うん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 、理解できないキャラか。理解できないキャラ、うんうん、理解できないキャラ。あ、もうすごい爽やかな好青年とか振られると困る。あ自分と離れて、かけ離れた役。全然理解できないね。なるほど。確かに全然、確かに、うんうん、あのもっと爽やかさをって言われるんだよね。あ、わかるな。なぜだと思って、うん、俺の中で全開の爽やかを出してるはずなんだけど、ちょっと足りてない感じなんですかね。ねちっこいとか言われたりするんだよね。なるほど。なぜだと思って、うん、そういうのもあったりするね。あ、俺浮気をしまくる役とかはちょっとその根底の心情は理解できないかな。はいはいはい。それ以外だったらでもね、うん、なんだろう、殺人鬼とか、うんうん、なんかそういう、うん、こうなんちょっと一本道外れたよっていう役はすごく理解ができるんですよ、うんうん、あちょっと狂気じみた役というかね、うん、あ分かる分かるみたいな、うん、あそういうことだよね、うんうん、ウケるみたいな感じ、うんうん、そうね、そう分かる分かる、そういうのあったりするから、うんうん、まあでもあれだよね、いいとこ探ししたらいいんじゃない。そうだよね、あの主人公っていうか、うんうん、その読むやつのね、うんうんうん、そういうのやったらね多分いいと思うんですよ、うんうん、まあ、じゃあシンクロですよね。シンクロすればもう自然とあれになっちゃうから。さあ、次は1年